い、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日紹介するグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドはロバート・ブラウン・ジョンさんです。今では伝説的とも言える存在のロバート・ブラウン・ジョンさんは1960年代に活躍したグラフィックデザイナーです。特にコンセプトと起点の効いたグラフィックデザインに1960年代のポップカルチャーを融合させたことで知られ、活躍の場をニューヨークからロンドンへ移すと人生を足早に駆け抜け、若くして亡くなりました。とはいえ控えめながらも深い意味を持つ作品を数々生み出したことにより、グラフィックデザイン史の本流にその名は刻まれています。イギリス人の両親のもと、アメリカのニュージャージー州に生まれたブラウン・ジョンさんはシカゴのデザイン研究所に入学し、バウハウスとナチスの件でアメリカへ亡命していたあの有名なモホリ・ナジラースローさんを師匠に持ちます。ブラウン・ジョンさんは師匠の実験的な手法を吸収し、照明やフィルムなど新技術を活用してグラフィックデザインの新たな可能性を模索します。ブラウン・ジョンさんは1957年にニューヨークへ移住し、イワン・チャマイフさんとトム・ガイスマーさんとともにブラウン・ジョン&チャマイフ&ガイマイスターを設立。1958年のブリュッセル万国博覧会のアメリカ館のデザインや、ピレリタイヤ、コロンビアレコード、ペプシといったさまざまな企業の仕事を手掛けます。そしてマイルス・デイビス、チャーリー・パーカー、スタン・ゲッツなどミュージシャンとの親交があり、ニューヨークのジャズクラブを渡り歩いてヘロインを常習するようになります。1960年、35歳の時に新たなスタートを切るためにスインギング・シックスティーズが始まろうとするロンドンに移住。ちなみにこのスインギング・シックスティーズというのはミニスカートやサイケデリックアートなどに代表される1960年代におけるファッション、音楽、映画、ドラッグ、セックスなどのロンドンのストリートカルチャーのことです。ビートルズやモデルのツイッギーさんは日本でも有名ですね。ロンドンに移住したブラウン・ジョンさんはアラン・フレッチャーさんやアメリカの友人ボブ・ジルさんから盛り上がりつつあったロンドンのグラフィックデザインを紹介してもらい、広告代理店ジョイ・ウォルター・トンプソンやマッキャン・エリクソンのアートディレクターとして働きます。アラン・フレッチャーさんは当時のことを、ロバートはその場の思いつきだけで作品を作っていると周りに思わせようとしていた、怠け者を装っていたが実際は仕事熱心だったと語っています。ブラウン・ジョンさんの作品は洗練されつつ革新的で自由な発想が反映されていました。その中でもロバート・フレイザー・ギャラリーで開催された執着と幻想展の告知ポスターは特に有名で、ガールフレンドの裸の上半身の胸の部分に大きく文字が手書きで書かれています。このブラウン・ジョンさんが執着しているセックスとタイポグラフィーを表現したこのポスターは大きな波紋を呼びました。その後のジェームズ・ボンドシリーズの第2作007ロシアより愛を込めてのオープニングクレジットの制作では、ベリーダンスを踊る女性の体に文字が投影される映像です。これはある公演中にプロジェクターの前を人が横切ったところを見て思いついたと言われています。これにより観客の注目と各方面から賞賛を集めました。この仕事依頼がなかったらブラウン・ジョンさんは無名の存在のままだっただろうと言われています。それくらい成功した仕事でした。そして007ゴールドフィンガーではゴールドのビキニを身にまとった女性に映像を映し出し、同じく抽象的なオープニングクレジットを作り上げています。最後に一つ作品を紹介します。これはブラウン・ジョンさんの晩年1969年発売のローリング・ストーンズのアルバムレッド・イット・ブリードのジャケットで、友人のキース・リーチャーズからの依頼でデザインしたもので、オートマチック式のレコードチェンジャーのビフォー・アフターのイメージが抽象的に描かれています。そしてこの作品が発売した翌年、ブラウン・ジョンさんは45歳という若さで亡くなってしまいます。